本日ここに多数のご来賓の皆様、並びに関係各位のご臨席のもと、平成29年度東京理科大学入学式を挙行するにあたり、学長として皆様にお祝いのご挨拶を申し上げます。新入生の皆さん、大学院専攻科に進学された皆さん、ご入学、ご進学、誠におめでとうございます。 また、学生の皆さんを本日まで支えてこられたご家族の方々にも心からお喜びを申し上げます。わが東京理科大学は、今を遡ること136年前、明治14年に設立された東京物理学講習所という小さな専門学校をその起源にしております。 創立に携わったのは当時東京大学理学部物理学科を卒業したばかりの20代半ばの21名の若い理学士たちでしたこの方々を中心に理学の復帰をもって国語発展の基礎とするとの経画学の精神のもと設立から2年後の明治16年に東京物理学校への改消を経て 多くの困難をも克服し多大な努力を払い学校を維持運営しました我が国が近代化を成し遂げた明治から大正にかけて当時のエリート養成学校であった全国の師範学校と高等学校の数学物理学科学の教員のうち実に半数以上を東京物理学校の卒業生が占めていましたこのことはまさに 見学の精神理学の復興を体現したものと言えます夏目漱石の小説坊ちゃんの主人公の数学の先生も東京物理学校出身出身となっていますまた東京物理学校は真に実力を身につけたものしか卒業させなかったことから当時から実力主義の学校として定評があり東京理科大学のとなった本にしても その伝統を脈々と受け継いでいます第二次世界大戦後に行われた学生改革に伴って東京物理学校は新生大学の東京理科大学となりました理学部に加えて薬学部工学部理工学部基礎工学部経学部が新設されまた大学院研究科も準備整備されました 今日では学部は8学部34学科大学院は11研究科34専攻を有する我が国屈指の総合系理工系総合大学として発展し東京理科大学となってからこれまで20万近い優位な人材を社会に輩出してきました卒業生は東京物理学校以来の伝統を受け継ぎ 全国の高等学校などで優れた理数教員として教鞭をを取っているほか科学者研究者および技術者として日本はもとより世界各国で活躍しています本日皆さんはこの輝かしい本学の歴史を受け継ぐ主役となりましたぜひとも悔いのない有意義な学生生活を過ごしてください 東京理科大学は実力主義に裏打ちされた伝統ある教育力、研究力、就職力において社会から高い評価を得ています。そして科学技術のグローバル化が進展している今日、これまでの実力主義を基盤とし、世界を舞台に戦うことのできる人材の育成に取り組んでいます。その一つ目が、 基礎学力のさらなる充実です。科学技術は目覚ましい発展を遂げ、その成果は私たちの生活に様々な影響を及ぼしています。科学における発見は我々の知的好奇心の高揚に寄与し、また新たな技術開発は日々の生活の向上や目の前に山積する様々な課題解決への道筋を照らし出します。 その活動の中心にいる科学者や技術者は実験や分析シミュレーションを重ね仮説を組み立てては崩し適切なモデルを構築しようと日々研鑽を繰り返しながら新たな課題に取り組んでいるわけです本学の研究室では先生方を中心に学生の皆さんが卒業研究や大学院での研究を行っていますが その研究や技術開発の支えとなるのが、基礎学力であることは間違いありません。優れた専門性は確かな基礎力によって支えられているのです。基礎学力を寛容するため、本学教授陣が執筆した専門基礎のオリジナル教科書を使用する授業の実施や、学生が主体的に学ぶ ICT を活用した教育を推進しています。 二つ目が、充実した教養教育です。様々な分野にわたる知識は専門分野を極める力になるばかりか、正しい倫理観と豊かな人間性の育成につながります。私は、教養を身につける基本は、本を読むことであると思っています。本学の図書館は充実しており、たくさんの上書がありますし、 ブルーバックスをはじめとする新書文庫もあります。新入生の皆さん、ぜひ、特定の分野に偏ることなく、いろいろな分野の本を読んでください。また、本学では、各キャンパスで特色ある教養科目である特別教養講座を開講しています。この講義では、各界の有識者を講師に迎え、幅広い知識や、 考え方に触れる機会を提供しています本年度後期には特命教授をお願いしている菅三寿先生による講義も開講します多くの皆さんの受講を期待しています三つ目が国際化に対応できる英語力の強化です英語力の目標を定める在学中にクリアする実用英語教育や 海外協定校機関との交流や共同研究を通して在学中に国際経験を積むことができるよう支援していきます最後の柱が高い研究力を養う仕組みです社会の要請に応える研究を重点的かつ戦略的に推進していくほか理科大ならではの独創的な研究を奨励しまた 学内外の連携研究に取り組めるよう組織制度を整備していますこのように本学は未来の社会に貢献する人材の育成に今後も邁進していきますので皆さんも自らを高めるために努力してください東京理科大学では多様性に富んだ 教育研究を完了にするよう努めています。学部卒業生の大学院進学率が高いという特徴を生かし、学部4年と大学院修士課程2年を連結した6年一貫教育に多くの学科で取り組んでいます。6年間の全般3年は教養と専門の学習に充て、後半3年は研究に集中することができます。 創立50周年を迎える理工学部理工学研究科ではこの6年一貫教育に加え本年4月から横断型コースもスタートします横断型コースには医理工学生連携エネルギー環境農理工学生連携バリューシステムイノベーション防災リスク管理宇宙理工学の6コースがあり 学生は学科の枠を変えて複数の研究室と連携を図りながら研究に取り組むことができます。また昨年創立30周年を迎えた基礎工学部では豊かな人間性と社会性を唱え学際的な先端分野で活躍する人材の育成に向けて初年時は北海道の長万部キャンパスで全寮生生活を送ります。 大自然や地域の方々と触れ合いながら広い見識と豊かな人間性自立心を養います2年次以降は東京の葛飾キャンパスで専門知識を深めイノベーション創出力を養っていきます本学で唯一の分離融合教育を行う経営学部は昨年ビジネスエコノミス学科を新設しましたが 今後はさらに大学院を充実させていきます。発見のチャンスは準備のできたものだけに微笑むとの名言を残したフランス生まれの生化学記者ルイ・パスツールをご存知でしょうか。パスツールはブドウやワインに多く含まれる主席石酸の研究を行ったことで知られています。その後有名な 白鳥の首フラスコの実験によってギリシャのアリストテレス以来2000年にわたって提唱されていた生物の自然発生説を否定しましたまたワインが腐ることを防ぐ低温殺菌法や狂犬病のワクチンの開発など幅広い業績を残しています脳梗塞にかかり半身不随になりながらも実験を続け 基礎から応用まで一貫して研究した姿は大変素晴らしいもので私が最も尊敬する研究者の一人です青年に神聖な日を伝えるためには自分自身が聖なる日に見ちていなければならないとはパスツールが若い方々への教育に取り組んだ時の言葉です本学の先生方はまさに パスの言葉を体験し熱心に講義指導しておりますので皆さんも自分が選んだ学問に真剣に取り組んでください新入生の皆さんがこれから本学で過ごす年月は長いようでも後から振り返ると短いと感じることでしょう授業や実験など勉学に多忙な日々を過ごすことになると思いますが ぜひとも課外活動にも積極的に参加しさらに実りある学生生活にしてください昨年度も学生の皆さんは課外活動においても国内はもとより国際的にも活躍し数多くの実績を残してくれました新入選の皆さんも課外活動を通して仲間を得るとともに コミュニケーション力や課題を解決し、発見し、解決力を身につけていただくことを期待しております。東京理科大学初代学長の本田幸太郎先生は、今が大切という言葉を繰り返し話されました。一日一日を大切にして過ごすことが、皆さんの人生を豊かにするものと、 信じます終わりに改めて本学に入学進学した皆さんをお祝いするとともに最も輝しい青春のこの時期を思う存分満喫し悔いのない学生生活を送っていただくことを願い築地といたします。平成29年4月9日 東京理科大学長、藤島明。<music>